えー、こんにちは吉谷です、えー、田代さん、えー、今回はですねセミナー映像ポチポチセミナー映像ができましたのでご提供させていただきますはいお待たせいたしましたで今回ですねモニターということでご案内させていただいていると思うご案内させていただきましたのでセミナーの映像を見たらですねアンケートの方よろしくお願いいたしますアンケートですねはい。 えーまあ、自分が感じたことを率直に書いていただければいいのでよろしくお願いいたしますちょっとごめんどうかもしれないんですけどよろしくお願いしますはいもうですねモニター価格ですごく安く提供させてもらったんですけどあのもうこの価格での販売は多分ないと思いますのでその代わりをちょっとお願いいたしたいなというとこですはいでえっ、ー、とーんと特別ゲストとしてあのチョコさんっていう方のお話も入ってますチョコさんの でその方の話もちょっと聞いてほしいです。これは音声になります。顔出しができないので音声になります。はい、だすげえ濃いですね。はいまあ、ちょっとねそれはちょっとぶっ飛んだ話にもなっちゃってるんですけど、まあ、今回のインスタグラムに関してはやっていただければ確実に結果は出ます。でなんで結果が出るかっていうと結果出やすいですね。まあ、何やっても結果は出るんですけど出やすいです。なぜ出やすいかっていうとコンテンツ提供が非常に簡単だからです。 写真を撮る。スマホを持ってたら写真を撮れると思うんで、じゃあ写真撮った後、どうやってそのいいねを増やすのか、どうやってフォロワーを増やすのか、じゃあそこからどうやってマネタイズするのかには全部セミナーで言ってるので、これは本当にやっていただければ、セミナー参加者の方もやっていただいて、報告いただく方は、もう100いいねいきましたとか、フォロワー何百いきましたっていう、すぐ1000フォロワーいきましたみたいな報告もいただいてるんですね。やっていただければアクセスは絶対集められるんで、そこ大丈夫です。あとはどうやってマネタイズするののかなんでそこの マネタイズ方法もセミナーでお話ししていますので、そこ学んでいただきたいなと思います。はい。ではですね、映像の方を見て学習して感じたことをアンケートいただけると嬉しいです。今回はありがとうございました。